なぜここまでお話ができるかっていうところなんですけども、長岡さんが長岡さんが現在ご職業でスコアルスポーツ株式会社という会社のね、はい、そちらの方で会社を運営されておりまして、そちらが J リーグのクラブを外部から支えるというような、まあそうですね、まあなんだろう、そこまで仰々しくはないんですけども、はい、まあ、やっぱり自分のこうこれまでの経験を何か違った形で生かせないかなっていうのと、まあやっぱり自分もね、年齢的なことを考えると、やっぱり定年っていうこともね、やっぱクラブで働いてるやっぱ企業なんで、やっぱそういうのとやっぱりね、こう意識しなきゃいけなくなってくるんで、まあたまたまタイミング的になんかそういうこう会社を作る機会ってっていうのに、まだまだ遭遇して会社を何とかな、とりあえず作ってスタートして、まあ本当にこう何とかな、サッカーもそうです、スポーツの現場自体も本当に変動が激しいから、何をこう本当にこう柱として食っていくかっていうところは本当に試行錯誤してるのがすごくありますね、うん、まあ、そうですね、その辺のところの話をちょっとお伺いしていきたいなと思ってるんですけど、今もね、現場が変化するっていう話がよくあったと思うんですけど、やっぱりその監督が変わると、そのクラブチーム自体も取り組みっていうのも変わってくるっていうところがよくある話じゃないですか、サッカークラブっていうのは。その中でもこうスタッフのところにまで介入して物事を変えてきたっていう、その印象深い監督っていうのはどんな中、例えば鹿島アントラーズじゃなくても大丈夫です、他のクラブもいらっしゃったので、まあ、よくね、お友達多いのは結構浦和のサポーターの方多くて、はい、やっぱり浦和のサポーターの方は言われるのは、やっぱり監督変わると全て変わっちゃう、だからこう積み上げがないんだよねっていうのはよく嘆かれちゃってて、それでアントラーズの場合はあるなんかきちっとしたコンセプトで、監督変わってもそんなに大きくスタッフ変わることないし、仲もあんま変わんないよねっていうのがあって、それはやっぱりよくなんとかなって、やっぱりアントラーズとネデスさんよくこうやっぱりライバル関係っていうとよく話しいんですけど、やっぱりすごくこう一つのこうね、なんかこう目標みたいな形でね、やっぱりアントラーズスタートした時にアントラーズのサポーターの人たちもね、やっぱりレッツさんのね、スタンドとか様子っていうのはやっぱり、あとね、浦和の街っていうものも含めてやっぱりすごくこうなんていうかな、憧れてた部分があったから、やっぱりそういう部分での浦和さんをこう手習いにしてた部分がすごくね、こう街含めて応援も含めてすごくあったから、そういう部分ではなんかそのレッズのサポーターの方ともね、すごくいろいろとお友達にならせていただいてね、お話をさせていただいてるんですけども、ただ本当なんていうのかな、こう路線が結構変わりやすいなっていうのがありますよね。だからね、ある時はブラジル人監督連れてくれば、ヨーロッパの監督連れてくればっていうのがあって、それとなんか結構根底から結構選手もね、ごっそり変わるっていうのがあったりして、そういう部分は結構お話はされますよね。だからアントラーズは逆に言うと、本当にスタートの時から基本的に4-4人っていうね、システムでやって、でアントラーズのサッカースタイルってこうだよねっていうのはなんとなくみんなイメージがあって、だから北選手もなん、あ、このポジションだったらこういうことをやるのが求められたよなっていうのがやっぱりずっと積み重なってきてるから、そういう部分の強みはあるのかな。だから逆に言うと声かけた選手にしても、あ、僕に対してはこういうことを求められてるのかなと思って、逆に言うとアントラーズの中でこういうことを自分の中で言うとより高めていけばいいのかなっていうのも描けるのは、やっぱアントラーズの逆に言うと強みなのかなっていう気がしますよね、うん。監督が変わってスタイルが変わると、その働いてる方のスタッフのルーティーンっていうのも変わっていっちゃうのかもしれないですね。監督のやり方ってやっぱりすごくそれぞれあるんで、やっぱりその求められるものは変わってくるんで、やっぱりルーティーンは変わりますよね。僕もだからね、本当にそれぞれチーム変わってきているのもあるんで、やっぱ監督のやっぱりそのやり方っていうのはやっぱり全然違いますんで、やっぱりそういったところの中でその求められるものとかやらなきゃいけない仕事っていう変わってきますね、やっぱそういうのもあるんですね、うん。
まあ、変わるといえばですけれども、まあ、クラブっていうのはやっぱり会社のようなので、はい、まあ、その一番上のトップである社長っていうのが変わってくると思うんですね、はい、まあ、今現在その例えばあの湘南ベルマーレさんだったりすると、はい、あのまあ、ライザップの関係が入ってきたりとか、はい、あと新潟さんだと今これらの社長はいはい、まあ、あの非常に面白い方でツイッター投稿でもよくあの見てあのこの人すごい人だなっていうふうに、見てたりとかするんですけど、例えば今現在、まあ、そういったところで言うとその J リーグの選手だったり、例えば今セレッソ大阪が森島が、はいはい、社長になっていたりとかっていうことだったり、あとはまあコンサドーレさんこれも野々村社長だったりとかっていうことで、 J リーグを経験した選手が、うん、その社長になっていく、まあ、監督っていうところってのは結構あると思うんですけど、やっぱそのクラブの経営の社長になっていくっていうこともあって、で今鹿島サポーターからすると中田浩二さん CRO がそのいずれそこの社長になっていくんじゃないかなっていうところで期待をしている方もいらっしゃると思うんですけど、例えばそういう選手が社長になっていくこの流れの中で、やっぱ経営でこういうところっていうのは気をつけてほしいななんていうふうに思っていることとかっていうのは何かありますか？そうですね、やっぱり、なんて言ったのかな、選手の時とやっぱり大きく環境が異なるんで、やっぱりましてやその、なんて言うんだろうな、こう自分が選手の場合だったらね、自分が頑張って汗かいて、プレーすればそれなりに結果が出てくると思うんですけど、今度は結局そのチームワークの中で、社長っていうポジションがね、だからなんとかな、あまりにもこう汗かき役でもいけないわけであって、ある部分は任せてやらなければいけない。で、あるところではね、本当になんとかな、本当顔役としてね、前に出てね、そういうふうないろんな人とコミュニケーションを取って魅力を伝えたりとかいうこともやっていかなきゃいけない。だからそういう部分で言えば、あとだろうな、選手の時からやっぱりそういうこう、例えばその一個人事業主でもあるわけなので、そういうこう意識をしてるもらいたいなっていうかな、選手逆にね、うん、はい、自分がやっぱり選手でずっといられるっていうことはね、まずないわけなんで、やっぱりそうなった時に、まあ、自分はね、選手終わった時にどういうことを俺はやりたいんだろうなっていうのも、まあ、自分の今の仕事でもちょっとセカンド選手のセカンドキャリアもちょっとお手伝いしてる部分もあるんで、でやっぱり選手ともお話ししたこともあるんですけど、やっぱりそので選手によってはもうそれこそサッカーしかしてきてることがないから、それこそパソコンもちょっといじくるのは怪しいんですよねっていう子もいるし、中にはやっぱり趣味でパソコンいじくるの得意でって、まあ相馬直樹はそうだったんですよね、今松田の方も直樹なんか得意だったんですけど、だからやっぱりそういう意識っていうのかな、その、自分が後々にじゃあ指導者になります、そうじゃなくてサッカーからも完全足払います、まあ、いろいろなこう選択肢あると思うんですけど、やっぱり選手やってる時に選手だけに集中するのももちろんなんだけども、ただやっぱりどっかでは終わりが来るんで、その時にがいつなのかは分からないです。ただそこから先に自分はどういうことをやるのかなっていうのは、さっきのね、勝利へのその逆に言うと計算じゃないんだけども、逆に言うとじゃあ自分が終わって指導者になりたいのか、そういうふうにじゃあ経営者になりたいのか、まあいろいろあると思うんですけど、じゃあそのために、何をそれまでの間に学ばなきゃいけないのかなと。だから結構今ね、選手の中でも例えば、さっきね、中田浩二君、まあ、浩二の、世代でいうと例えばバンド君とかね、ね、彼も今、まあ、ちょっとね、選手、まあ、引退するのかどうか、ね、グレーなところは言ってるんですけども、うん、でも彼結構現役時代からもね、意外とこうチームのお手伝い、セレッソ時代なんかもね、テレビで映ってたけどね、名刺預かってこういろんなところに挨拶したりとかっていうのも、やっぱりもう彼かなり意識してますよね。で、まあ、今の日本代表の中でもね、例えば本田君とか、ね、長友君なんかもね、自分のもう次のキャリアのこともイメージしながらね、いっぱいこうビジネスもやれてるし、やっぱり本当にそのサッカー
選手の時に集中するのもそうだけども、サッカー選手の時だから逆にいろいろな、例えば普通の社会人ではもらえないぐらいの給料もいただいてるわけだから、そういった時にじゃあ自分に次どうするのかなとか、次に向けてじゃあ例えば蓄えをするのかなとか、そういったところっていうのは逆に言うと考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのもありますよね。やっぱ例えばですけど、SNS なんかっていうのは、例えば貸し回りとかもそうなんですけど、自分の前にそのブログや YouTube をやっていくっていうところの中で、やっぱりちょっと Twitter を利用してみたりだとかっていうところがあるんですけど、やっぱりその選手が若い頃からセルフブランディングじゃないですけれども、自分のその何かっていうものを見つけるために、やっぱ SNS っていうのを大事になってきますから、もちろん使用の仕方っていうのは大事ですね。まあそこはね、やっぱりさっきのお仕事と一緒で、そこはやっぱりある部分何も分かってないところも多いから、ちゃんと指導はしてあげなきゃいけないと思うんですね。ここはクラブの責任はすごくあると思うんですね。そういったことを言ったら、やっぱり選手っていう立場からしたら、やっぱりどういう影響力があるんだよとか、やっぱり例えば言葉遣いっていうかね、まあ、文字に今度はした時に、例えばそこを、感情法の赴くままにそれを文章にして出して、それを読まれた時にやっぱりじゃあどう思う、じゃあ逆に言えば、ね、一回書いてみた時にもう一回読んでみて、自分が逆に言うと客観的に読んでみたらそれどう思うっていうことで、あ、ちょっと待ってよ、あ、こういうふうに書いた方が例えばいいんじゃないかなとか、あ、これちょっと自分の言ってることが伝わりづらいんじゃないかな、だからもうちょっと例えば表現力を磨くとかね、で表現力磨くのにどうしたらいいかな、例えば本を読むとか、ね、いろんな人の話を聞くとか、そういうところに気がつけるかどうかだと思うんですよね。でもやっぱりそういうところを何ていうかな、あんまりベタベタではないんだけども、ただそういったものに対してやっぱりクラブとしてもね、やっぱそういったことを選手がしてくれることによってクラブのイメージが上がったりとか認知度が上がるわけなんで、やっぱりある程度のところまではクラブをサポートしてあげなきゃいけないと思うんですよね。そうですね、責任としてね。まあ、その SNS とかっていうことではないんですけど、やっぱりちょっとこうその例えば町田ゼルビアさんのサイバーエージェントとか、はい、まあ、今回カシマントラのメルカリっていうことって、はい、まあ、IT 企業ですね、今までちょっとこう財閥系 の, そのやっぱりところっていうのこうなんか、まあ、自動車会社とか、はい、そういったところっていうのもやっぱりこうクラブを持つっていうことが多かった中で、やっぱりこう時代の変化とともに IT 企業がやっぱりこう経営をこう経営権を持つっていうことがこう機会が増えてきました。で、まあ、これによって例えばそのデータ関係の新しいサッカーの産業が生まれるだとか、またそれに対するそのメリットデメリットみたいなところっていうのって、まあ、もちろんこれはあの鹿島さんが今回メルカリっていうところでお話ししているだけではありがたいんですけども、そうですね、やっぱり